はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12時をちょいと回りました。3月は10日のサンデーでございまして、日曜日さんさんと日が降り注いでおりまして、今日は結構晴れてましたね。まあまだですね、暖かくはなりません。千代田区10度でございまして、この部屋は14度ですね。これが終わったら窓閉めて暖房ですね。はい、さて行きましょう。日本経済新聞でございまして、これは昨日の10時19分、午前中ですね、出た記事でございまして、また6行しか読めません。中国の隠し玉なき全人代 5% 成長をたたぬ生産かな、生産ということで、行きましょう。中国では共産党大会に続く重要イベント、全国人民代表大会、全人代が開催中だと。いつまでやるの？11日までとかいう記事見ましたね。明日までですか？国会に相当すると言われるが、パワーバランスは党に大きく傾く。要は共産党が全てを主導しているというのが中国という国でしてですね、この人民代表大会というのは、これは簡単に言えばですね、政府のですね、政府の行政部門のですね、代表たちが集まって、今年の方針を決めるというか、まあ、決まった方針を伝えられるというべき大会でまして、ありまして、議論なんかありません。はい。まあ、見せかけの議論があるのかもしれませんけどね。なんでですね、重要なのは共産党大会の方です。まあ、でも一応ですね、行政部門、政府部門ですからですね、そこで政策なんかは、一応発表されるということであります。経済の安定や海外マネーを引き寄せる隠し玉も見られない。膨張する軍事費や社会保障、人口減、地方政府の財政難はお手上げに近く、自ら掲げた 5% 成長の生産は立たないままだ。5日午前、李強、李チャンですね、首相が読み上げた政府活動報告はわずか50分余りだった。ここで読めないんですけどもですね、これは普通、2時間ぐらいやるのが今までの慣例でした。前任者李克強さんは2時間ぐらいやってたそうでございます。はい。まあそんなね、変な話、そんなデータピッと送ったらそれで済むんちゃうのと僕は思いますけど、わざわざ読み上げる必要があるんでしょうかね。まあまあ、それはまあええとしましてですね、この日経新聞の記事はですね、経済成長の 5% 前後の目標ということに定められたんですけども、それが達成できないんちゃうかと言うてるんですけど、あんたな、どんだけ中国見てんねんって話ですね。これ誰が書いてんだろう。そんなんね、100% 達成間違いなしやん。これ署名ないですね。なぜかというとですね、中国の経済成長 GDP を発表するのはですね、国家統計局なんですよ。国家統計局が 5% やって言うたらその 5% なんよ。そう、だってそれ以外発表するとこないわけですからね。で、去年は 5.2% やって言うてはるから、これ 5.2% なんよ。実際に何パーセントか知らんで、そんな誰も知らんねん、本来多分。でもそれは国家統計局が言わはったら、それは 5% なの。5.2% やし。ね、来年の今頃 5% やって、2024年は 5% やったって言うたら 5% やん。100% 達成やん。そうでしょ。実際は知らんや、そんな。中国の場合、現実、実際というものはですね、どこにもないんですよ。いや、目の前に起こってることは現実なんですよ。それをですね、まとめた数字というものはですね、誰も知らない、どこも持っていないわけですね。そう、でも目の前ではちゃんと経済現象が起こっているという、この不可思議な国なんですよ。不可思議な。で、ですね、中国の GDP というのはですね、日本円にすると大体2400兆円ぐらいなんですけども、これまあ、為替によってばらつきがありますけども、ですね、実際はですね、現実的にこれの大体3分の2ちゃうかと言われてます。だから1500から1600ぐらいちゃうかと言われてます。で、日本が今590ですからですね、まあ大体3倍弱かなと。
いう感じですね。人によってね、いいことちゃうんですけど、実はそんなないでと。1200兆円もないんちゃうかという人もいます。これ実際のところね、ようわかりません。ようわかりません。あんだけ広い国であんだけ人が行さん住んでるでしょう。そんな正確な統計はそもそも出せるはずがないんですけど、出してるわけですね。で、毎年成長してなあかんわけですね。で、多分ここ2020年からこっちですね、ほぼ成長しない。どころか去年も一昨年もマイナス状態かなと。去年2023年ですね。2022年はゼロ成長で、じゃあゼロコロナで多分 5% ぐらいのマイナス状態かなと思うんですね。で、毎年、こう、マイナスやのにプラスやとかって言うてるとですね、現実とかどんどん乖離していくわけですよ。この現実というものがですね、どれほどなのかというところがですね、まあまあ、実は重要なんですけど、誰も知らん。想像でしか、こう、言えないというところで。まあ、中には、まあ、1500兆円ぐらいと思うんですけどね。それで、毎年毎年確実に、着実に軍事費上がってるんですよ。で、軍事費ってね、経済成長にあんまり寄与しないんですよ。なぜかというとですね、資本の論理でですね、その生産材に近いものを作ればですね、再生産をして資本はどんどん拡大していくんですね。例えば100兆円でですね、道路を作ったらですね、その道路を使うことによってですね、物流が滑らかになってですね、双方のですね、商業や工業なんかがですね、発展してて、GDP に寄与するというなるでしょう。ところが軍隊というのはですね、ただ消費するだけなんです。ほとんどですね。戦車作ってもね、戦車が産業に貢献するかってしない。戦闘機作ってもしない。で、兵隊増やしてもしない。この産業に貢献しない。まあ、政府が金を使うという、一発で終わるんですよ。兵隊に給料を渡す。戦車作る。飛行機作る。そこで、需要や消費が生まれるって、それだけではあって、再生産効果がほぼないんですね。だから非常に効率の悪い、どう言いますか、お金の使い方が軍事費なんですよ。で、習近平アホですから、軍事費はたくさん増やさなあかん、アメリカに勝たなあかんとか思ってるわけですけど、軍事費を増やすことによってですね、他の経済がですね、他の経済がですね、そっちに予算が回らない、金が回らないという状態になっているわけですね。で、年々確実に軍事費は上がってるわけです。その分、ですね、経済に対してはマイナス効果を上げていると言うべきなんですね。で、多分ですね、今 5% も成長していないにもかかわらず、軍事費だけは多分前年比 5% とか 10% 上げてるはずなんですよ。つまりどんどんね、あの国はね、弱っていってるんですよ、実は。はい。それを考えると楽しいですね。来年どうなってるか分かりませんけども、いつも言う通りですね、こういうアホなことをしてるとですね、王朝は長く続きません。今でもかなり怪しい状況なのにですね、まあ、このアホな政策をどんどん進めていくとですね、国はどんどん衰微していくということになります。いつも言う通りですね、5年以内に共産庁潰れるんちゃうかなというふうに私は期待をしてます。まあ希望的観測と言われればそれぐらいなんですけどね。もうでもね、10年ぐらいは持ってほしいような気がするんですよ。なぜかというとですね、共産王朝が今あれ潰れるとなると、ものすごい社会騒乱が起こるわけですね。で、多分無政府状態になるんですよ。中国の歴史を見てるといつもそうなんですよ。ものすごくこう地方地方でこう固まってしまうわけですよ。だから地方政府が勝手なことをやってですね、言うこと聞かんみたいな状態になって、それをですね、この言うこと聞かそうと思って軍隊を派遣したらですね、それも軍隊に対抗されるとかね、そうなるともう内乱でしょ。そうなるとね、あんまりね、日本にとって嬉しくないんですよ。なぜ中国って核いっぱい持ってるでしょ。600発ぐらい持ってるって言われてるんですよ。ちょっと、ひばやから日本にもドガービルって撃たれたらかないやん、そんな。そうでしょ。混乱するということはですね、そういうアホなことも起こりうるということなんですね。だから、もうちょっと先になってもらった方がいいことはいいんでしょうね。10年間ずっとこう、下落していくと、日本にとってはですね、割と心地いい状態になって、尖閣諸島に手を出そうかという気にもならないわけでしょ。経済が衰微してると。台湾に手を出そうかということにもならないわけでしょ。
だから長期低落傾向の方が実はですね、日本にとってはいいかなという気はしています。はい、ということでこのですね日経新聞読みかけました、6行読みました、記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。